そうか。それなら、俺は今ここでお前の道を終わらせるだけだ。こんにちは、アズブンジャーです。今日はライダーアーマーシリーズの仮面ライダーゲイツで遊びます。まず箱の裏はこんな感じで、すでに発売されているビルドアーマーも装着できます。そんじゃ開けますね。こんな風に入ってました。立たせるとこんな感じです。めちゃめちゃスタイルがいいですよね。で、付属品はですね、武器の時間ザックスのオノモードだけですね。持たせるとこんな感じです。ちゃんと保持できていて、ジオの時間ギレードみたいにポロッと取れたりはしないです。で、ジオのですね、このオプションのこの手ですね、これはついてなかったです。ジオと一緒に並べるとこんな感じです。結局時間ギレードの10モードとか時間ザックスの意味モードはどうなるんでしょうね。他のやつについてくるんじゃないかなとは思うんですけど、とりあえずビルドアーマーとか仮面ライダービルドにはついてなかったんですよね。ですね、ちょっとふんどしにつけるの忘れてました。これジオとゲートを並べるとパッと見頭と色が違うだけに見えるんですけど、よく見るとですね、肩アーマーが違って、あとはベルトの形ですね、これとこれちょっと違うんですよね。そちらですね、可動範囲の方一応確認しますね。まず顔が上下左右1回転できます。そして腕が1回転で横に90度でロール回って90度肘が曲がります。で手首も回転できるんですよね。で腰も動くんですけど、これ1回転がギリできます。もちろんですね、取ることもできます。ちょっと搬送中にですね、で足が前に90度で横はこれぐらいですね。でロールはこの根元でロールですね。あ、こんだけ動けば一応十分ですね。で膝が結構曲がるんですよね。で足首ボールジョイントです。そしたらですね、早速ビルドアーマーを装着します。やっぱこれがやりたかったんですよね。まず準備段階として、これふんどしですね。ふんどしを取ります。あ、硬い。これで、これライドウォッチホルダーも両方取るんですね。そしたらいきますね。そうですね、下からいきましょうかね。足からこうですね、ここに穴が開いてるんですね。こことここ、足だけごつくなった。そしたらこれはドライバーと頭を取って、おー、じゃあこのまま行きましょうかね。これオープンしてここに入れるんですね。入った。だからこっち側が先ですね。こっち側が先、ここにジョイントがあるんで、その上にこれをかぶせるってわけですもんね。入った。そしたらこの軸ドライバーでロックする感じですね。でこの腕を外してこっちにつけると。で肩をかぶせて反対側も取ってつけて肩をかぶせる。そしたら最後にマスクですね。ドリルクラッシャーを持たせてゲイツのビルドアーマーが完成です。赤いボディに黒いアーマーがついてるのもかっこいいですよね。こうなった時ですね、可動範囲が若干狭くなって、特に頭がですね、もうちょっとほとんど動かない。あ、上下は動くんですね。ちょっと左右が厳しいですね。で腕が、この肩がちょっと結構干渉するんですよね。これあ、ここまでですね。あ、肩はそのままでもない。で、肘が、
肘はもともと90度でしたからね、同じですね。で、残念ながらですね、胴体の可動がですね、このアーマーでなくなってしまったんですね。で、足が前に。90度はちょっと無理みたいですね。で、横が、ここが干渉しちゃうんですね。これちょっと、ダメなんですけど、まあ、膝はここまでなら曲がります。で、足首がですね、これ。これ、リバーシブルなんで、前にも後ろにもつま先があるという面白い状態なんですけど、まあ、こんぐらいは動きます。ジオと並べると、こんな感じです。そしたらですね、ゲイツのライドウォッチなんですけど、ちょっと大間状にしちゃってるんで、これ、取って、ここの上にですね、赤を塗って、キラキラメッキっぽくしますね。どうなりますかね。おお。あ、金の上に赤塗ると、やっぱりちょっと、シルバー塗った時と違いますね。なんか、いい感じですね、これ。全部塗りました。さすがにですね、ちょっとペン先が届かないところですね、この間とか、そこは塗れなかったんですけど、一応全部塗りました。で、シルバーの上に赤を塗ったビルドと比べるとこんな感じで、ちょっと色合いが違うようになったんじゃないかなと思います。あとはシルバーにしたジオのライドウォッチと並べるとこんな感じです。そんじゃそのままもう一回音声確認しますね。一応必殺技もやってきますね。次はビルドいきます。そしたら一応必殺技もやっておきますね。あとはですね、ちなみに逆にするとどうなるかちょっとやってみますね。本当に逆になっただけですね。あ、こちらの音声がないね。というわけで、ライダーアーマーシリーズのゲイツでいろいろ遊んでみたいでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。